曜日なんてどうでもいいって。水曜日なんてどうでもいい、水曜日じゃない、ビッグパンドの私がね、どうでもいい、ひどいな、ごめんね。いいさんも慣れました。リバウンド気味です。そうなんです、ここシュッとしてたのに今ここピョンってなってます、やばい。FM ギノアンをお聞きの皆さん、おはようございます。7月14日水曜日のモーニングエイト、これから生放送でお届けいたします。時刻は8時を回りました。ギノアン市キユナ、ギノアンヒルズ通り沿いにあります FM ギノアンのスタジオから、水曜日担当リカパンことズケランリカと山内が2人でお送りいたします。はい、はい、山内さん、はい、やりましたね、やりましたね、イエーイ、なんと本当に嬉しかったね昨日はドキドキしてましたけど、はい、集計をしててうちのスタッフがね、はい、FM ギノワン VS FM コザの小座浴衣ウィーク、浴衣ウィークラジオだのに集計してて、はい、まあそんなことよりもですね、はいはい、ちょっと僕今日リカパンに言いたいのは、はい、リカパンほら先週浴衣でね着て似合っててすごく素敵だったじゃないですか。そうそうそう、うん、ありがとうございます。で1位、私1位になりたいのと1位取ったら私が、はいはい、商品を皆さんに抽選で、はい、あげますよって、あげますよって商品もちらつかせて1位狙いましたが、これ家って指針したの誰か、残念なことに、はい、1位どころか県外、県外でしたね。そうなんだ、はい、悔しいね、めちゃめちゃ。モーニングエイト全員、はい、でも、うん、割とした、割と割とした、小声で言わないでよ、割と割としたの。いやー、なんだろうね、なんで、なんていうのかな、僕だから普段ほらマーヨーがやっぱ1位だったんですよ。マーヨーやっぱすごいなと、一強ですよ。インスタでマヨは2位、ギノワンの2位、うん、でフェイスブックは1位、はいはい、だからトータルでもう1位ですよ、うん、でインスタは花城カレンちゃんという、はいはい、あのアイドルのモデルみたいな子がダントツだったんですよ、うん、ただやっぱトータルでねマヨが僅差でこう1位にガンってなったんですけど、すごいですよね本当に。でやっぱカレンちゃんもそのマヨもですね、うん、やっぱ普段から いろいろファンサービスを提供してるわけですよ。確かに SNS を露出多くしたりして、はい、ちゃんとやってますからね、ちゃんとやってるんですよ、ちゃんとした人たちです、はいだから僕先週言い出した時点で本当にふとふとしてて、これでも家ってお前何を言ってんだと、家って言われた気がしたんだけど1位を狙うだとと思っていたんですよ。でもほらリカパンにも頑張ってほしいから、うんうん、リカパンがまあそうは言っても頑張れよと思ってたんですけど、はいはい、残念っていうことでちょっと朝からね人の恥をさらさないでまあでも本当にねパーソナリティさん、うん、まあ、モーニングエイト朝早い中でね、はいはい、浴衣着てくれるっていうのは本当にすごいですよ。そう頑張ったんですよ朝からね、ね、着付け頑張ってね来たんですけどね。そうそう、でもねあれですよ、うん、なんていうのかな、貢献度は、うん、リカパンもありますから、ありがとうございます、はい、こういうフォローがなんかな、むずいむずむずなんだよな。あ、フォローしないとこかもうぐさっと一息に切り切り捨てるか、もう傘掛けでいいから、もう切り方もバシャッ、ですね、王侯ぐらいです、あー貢献度、うん、王侯さんが一番貢献高かったってこと。うん、低いんですけど、あー一般それから受ける
蹴る。まあ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 、でも今回 SNS、 そう、私もそろそろ真面目に取り組もうと思いまして。そうそう、今取り組んでるから、それは来年に生かされますよ多分。そうなんですよね、うん、で続ければね、はい、このツイッターはフォローバック絶対しますよっていう、はい、はいはいはい、やっぱちらつかせないとね、活動をやってて、うん、であのもうなんかツイッターには居場所ができたような気がするんですね、はい、ほうほうほう。ただ、うん、フェイスブックとかインスタグラムっていうのはやったことあんまないなと思って、はいはいはい、アカウントは持ってたんですけど、うん、でこのあそうだフェイスブックのこのいいねっていうか、なんていうんですか、友達申請してくれるてる方々も、うん、あ全部フォローバックしなきゃと思って、はいはいはい、やったんですよ。あフェイスブックはねやらない方がいいですね、目につくかそう、ちょっと毎日ですね、うん、あの電話メッセンジャー、うん、で鬼のようにメッセージが来まして、はいはいはい、電話もずっと来るし、うん、切っても何回もかけてくるしっていうね、はい、あのことが起こりまして、事件が、うん、びっくりした。そうだからフェイスブックはね、はい、海外の人が結構利用してるらしいので、そうなんですよね、利用されてて、なんかあんまりこうあのフェイスブックはもう見るとかいいねぐらいでいいんじゃないですか。そうだでした、そうだした。あの本当に SNS 初心者ってここわからないんですよ。だから皆さんぜひ SNS 始めるならツイッターかインスタグラム、インスタがいいがおすすめです、はい、私フェイスブックはちょっと怖かった。あなたツイッターでいいねはしてますか。ちゃんあしてます、してます。あれねリスナーさんとかにもあしてます、してます。絡んでいってくださいよ。絡んでいってます。そしたら皆さんがもうリカパンツ大好きってなると思いますので。こんなそんな打算的には絡んでないですけど。いや最初は打算でもいいんですよ。で本当に仲良くなればいいじゃないですか。あそうですね、そう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 。でも本当にね、あのはい、ツイッターって穏やかな場所だったんだなっていうの。いや意外と穏やかじゃないですけど、ね、そうなんですか、はい、はい、月曜日かな、あコメントしてもスルーだしないリカパンって来てて、え嘘、さんが、いやミヤさん絶対私全部返してますよ、ミヤさんのツイッターのコメント。あひふみさんいいこと言う、さすがいい、ツイッターだけでいいよ、それよりツイッターでテーマ上げて、あ今日みたいに FM 技能アカウントがテーマ上げてなくても、はい、モーニングエイト各パーソナリティ各自でテーマ上げてるよ。いや毎週上げてるんですけど、昨日寝落ちしてしまってやっちゃったって思いながら朝を迎えましたね。すいません、こういうとこだな多分みんなとリカパンの違いは。毎週あげてるんですけどもう余計だしね。最近からだしね、それも確かに、うん、このさもやってますよ感を出さないでくださいね。何も言えねえね、まあ、こういうところも愛していただけたらなと思います。そうそうそう、はい、そういうとこもリカパンの良さですから、この好きだらけな言い訳ばっかりの。まだね5歳児だと思って接していただけたらなと。そうですそうです、思います。本当に5歳児ぐらいですから。本当ね、はい、あこれ早いっていうのはアップ、そうアップが早いんですよ。そうでもこれ、うん、そっか前はだからアップ早いのはいいんですけど、僕たまに忘れちゃうからね。まあ社長としてはね、ほどほどがいいんだけど、でも早いっていうのは多分皆さんにとってはいいことですよ、うん、そうとってもいいなと思うので、うん、私も早め早めのねアップを心がけていこうかなと。あムクさん、あかりに頑張ってもらいたかったって来てるけど、うん、あかりも割と高い方でしたよ、うんうん、トップ3には入れなかったけど割と高い方でした、やっぱり、うんうん、素晴らしい写真でしたからね。そうですね、うん、やっぱ気合いですね、気合い入れたつもりだったんですけど、まだ皆様には及ばない。そうそう、でツイッターまんまるシェフさんが、山内さんあの土下座 リレーは誰が考えたんですかって来てるんだけど、うんうん、あの王光が最初、そうそう金曜日の深夜に番組を持っておりますリカパンの同級生、うん、アホの王光がですね再会争いを抜けたいと、うん、この FM 技能案の中の、はいはい、それで土下座写真を載せたんですよ、はいはい、皆さんよろしくお願いしますっつって、うん、そしたらひふみさんがそれを、うん、まあ、キャッチしてくれて、キャッチして土下座載せたんですよ。あこの流れ面白いと思って、で僕がやって土下座をね、うん、で僕から
どんどん降っていったんですよ。もう石ころさんとか村長とか、そう。なるほど、ね。FM 小座の人たちとか。はいはい。あの FM 小座の人たち、わけも分からず土下座画像を上げてましたから。そうなんだ。言われたから。アホですからあっちも。敵にエールを送るとは。あ、本当ね。いやでも面白い。うん、いやでもいいですね、みんなノリが良くて。そうなんです、うん、僕この辺のねノリが非常にこう面白くてですね、うんうん、好きなんですよ、うんうん、はい。で残念なことにその土下座リレーでですね、王校のいいねは2つしか伸びなかったんですよ。あ、でも伸びたのは、でもほら2つだけって、みんな土下座してでもやってね、そうそうそう、で残念だなって載せたら、うん、王子がもう前向きな、いや僕はそれでもいいですっつって来てたんですよ、うんうんうん、このツイート上げてて、あもう王子素晴らしいこの心意気、うん、ってやったら特別賞あげようと、お僕の個人的なね、はいはい、あ気持ちの特別賞、気持ちの特別賞、はいはい、もちろん何かあげましょうと、うんうん、そしたらお子嫁がですね、はいはい、昨日取り消してくださいと、取り消してください、この特別賞を王校への、はいはい、でなしになりましたね、 それそうなんだ、そう、どうやら王校はお子嫁を怒らせてしまったらしくて、あそういう流れそういう流れなの、はいはい、そこまで含めて面白い、そう王校さん、そうだからアホだなっていう話なんですよ。もう心意気グッときたってやって、はい、やったのにお子嫁を怒らせたばっかりにはい、はい、なしです。でお子妻さんすごい優しくて、そう、私のツイッターにまでコメントしてくれるんですよ、うん、そう、そう優しい、できた嫁をね怒らせやがって、もう怒らせたお子何やったって感じですけどね、そうそうそう、だからもうダメです。結局ダメです、ね、結局この流れで来て、はい何やったのか気になっちゃいますけど ね、 そうです ね、 ね、またでもね新たにこの王子お子嫁、うん、キャラがまた出てきて面白いですね、そうそうそう、うん、FM ギランのね最近そういった流れのこのキャラが出てくる感じが、うんうんうん、僕はすごい大好きで、ああちょっとね若いなんていうか打ち解けてきてね、そうそうそう、うんうん、でみんな個性を出し始めて、うん、面白いなと思いますね、面白いですね、個性か、個性欲しいな、大丈夫です、十分にあなたはオンリーワンですか、 ありますか、こんな人はなかなかいないですこれなんかないい意味じゃなさそうな感じします、いい意味でも悪い意味でも、悪い意味でも、はい、ピカパンみたいな人はなかなかいないのでありがとうございます、はい、っていうようなね、まあ、いろいろ言い訳だらだらする人はなかなかだらだらっと、もう浴衣ウィークの嬉しいご報告から始まりましたが、そうですね、ごめんなさいね、ちょっと、はい、これ言いたくてね、王校のこの土下座の件もね、でもとってもいいなと思いました、私もツイッターで見たんですけど、はい、ああ面白そうなことだから、それにも絡んでこないと、あ今日の朝見たんですよこれ、そうそう、だから絡んできて、そう、こういうねちょろちょろしたのをね、もっと人見知りせず行きたいな、そしたらアリカパン土下座って僕が振るじゃないですか、あそしたらこう載せたらもうみんな喜んでくれるからさ、そうだね、そうそうそう、いいねはもらえなくともね、もらえなくとも、これは種まきですよ選挙みたいだけ今ちょうどありましたね、最近ね、ありましたね、選挙みたいです、はい、種まきをしといてくださいそうですね、はい、やっていきたいと、あと4年後に向けてね、はいはい、ありがとうございます。さあね、水曜日こういうデコボコをしてコンビ楽しくゆるっとふわっとお届けしていきますよ、はい、モーニングエイト、今日のメールテーマはこちら、休憩時間何やってるのでございます、はい、休憩時間、さあ皆さんもう7月の中旬になってきておりますが、まあ、仕事がね忙しい方、逆にちょっと落ち着いたなっていう方いらっしゃると思うんですが、はい、まあ、休憩時間、うん、ちゃんと取れてますか、そして休憩時間どういうことやってるのかなってちょっと気になって、皆さんが、はいはいはい、はい、ちょっとこちらは休憩時間の過ごし方とか、休憩時間に起こった何かトラブル、エピソードなどを、なんか楽しみ方とかでもいいですよね。そうですね、休憩時間の楽しみ方、アイディアも欲しい、っていう、まあ、ただねお弁当食べて棒もいいですけど、うん、まあ、こうもっとエキサイトに
ワクワクするような過ごし方とかがあれば教えていただきたいなと思います、はい、メールアドレスは797@fmギノワン.com です。また FM ギノワンでは YouTube ライブそしてツイキャスで映像と音声をネット配信していますよ。 FM ギノワンのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。またサイマル放送もあります。スマホの場合はリッスンラジオリスラジでお聞きください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。番組に参加して一緒に盛り上がりましょう。さあリカパンのですね歌うからマイクは下ろしました、ブルーノマーズでレイジーソングうるさいからすいませんなんかこうこの曲聴くとうにゃーってなるんです。なんて言えばいいか。うにゃーってなってください。うにゃーってなるなってください。なんだろう、もうなんか休憩って感じになるんですよ。うにゃーってなってください。うにゃーってなるんです椅子壊れるかそんな重くないきっとね。暑い。最近ですね忙しすぎてトレーニングサボっております。でまあしょうがないよ。ちょっと顔が今週忙しくてさ顔が丸くなって、うん、週1しかトレーニング感じがする。うん、欲しいわ。はい、あ、本当ですか？長谷淳さん、長谷川さん、嬉しい。本当かな？こっちの方の私だよな。あ、ナルトラさんも、あ、ナルトラさんもやったんですか？なるほど。あ、いや、なるほど。そっか。面白いですね。さあ時刻は8時19分となりました。この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりお天気道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気から。本日のお天気晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方にかけて雨が降る見込みです。風は東の風が吹きます。波は1メートルのち 1.5 メートルと今日は少し穏やかな波ですね。降水確率です。朝6時からお昼12時にかけて 10%、 12時から夕方6時にかけて 20%、
6時以降は 10% となっております。今すごく晴れていますが、ちょっとだけお天気崩れる場所もありそうです。ただ日中の最高気温、今日もぐぐっと暑くなります。33度、暑いですね。スタジオも心なしか少しどこがやねん、暑いんですよ。私涼しいよ今、すごく暑くてですね、はい、したら涼しいはずよもしょもしょ喋らないでください、はい、33度、日差しも強くなっておりますので、日焼け止めもしっかり塗って水分補給もこまめに行ってくださいね。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道より、先ほど7時台の方で一部故障車が出ていたようですが、今の時間解消されています。高速道路ですね、今のところ目立った規制へ事故車などございません。スイスイと流れているようです。続いて一般道もお伝えします。まずは国道330号普天間三叉路から石田にかけて、ですね、およそ1キロの渋滞となっております。うん、普天間三叉路から新田にかけてライカム向けで長い渋滞起きています。また、ですね、県道34号前原交差点から大蛇名向けに、こちらもおよそ1キロの渋滞。国道58号線内止まりから那覇向けおよそ1キロの渋滞となっております。公園の交差点でも西原インターチェンジ入り口向け1キロの渋滞、さらに西原インターチェンジ入り口から500メートルの渋滞となっております。国道330号浦添磯トンネル付近でも500メートルの渋滞、これは那覇向けでございます。はい、浦添市でも渋滞が見られますね。そうですね、各所混んでいるようです。はい、皆さん安全運転でよろしくお願いします。続いてコロナ情報もお伝えします。昨日は新規65名の方が、感染者となっております。県は13日、昨日ですね、10歳未満から90代の65人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。宜野湾市では8人の方が、新規感染者となっております。はい、まだまだ一進一退っていう感じですね。うん、またですね、県立中部病院で起きたクラスターで新たに入院患者2名が亡くなったと発表したということですよ。そうですか。この病院、中部病院の、クラスターによる死亡者は19人となったと。結構多いですね。多いですね、本当に。はい、という感じでございます。コロナもまだまだ落ち着きませんが、うん、皆様、忍耐していきましょうか。まあ忍耐も限界かもしれないですけど、もう何も言えないね、これに関しては、ね、そうですね、あまりにも長すぎる、ひどいからね、自粛期間もね、はい、いやー難しい、もうどうにかできないものですかね、っていうのをね、あくせくいろんな方が毎日考えてはくれていますが、はい、まあ、私たちにできることは手洗い、うがいの徹底からだと思いますので、皆さん気を緩めず、これだけは守ってやってくださいね。さあ、ここで FM 宜野湾から見える天気ですね、空の様子をお伝えしますよ。今雲が少しだけかかってはいますが、ほとんど青空が広がっています。水平線もくっきりと見えてですね、いつもここから見える海なんて綺麗なんだろうと見とれてしまいます。ただですね、こちら地面の様子を見ると、日が今の時間でももう強く当たっていますね。今日は朝から日焼けしそうなお天気です。皆さん熱中症対策、日焼けもじりじりと焼ける天気なので、日焼け対策も行ってください。以上、 FM 宜野湾よりお天気、道路交通情報、新型コロナウイルスに関する情報をお届けしました。さあ、時刻は8時24分を回りました。モーニングエイト、アリカバンと山内が2人でお送りしております、はい、どうしたんですか山内さん変だね今日ね。なんか疲れてますか？疲れてないですよ。まさか疲れないですよ。疲れないです。昨日祝杯もね、
開けたところですからね。そうなんですよね、はい、なんかやっぱ気は抜けてるかもしれないですね。ああそうですね、終わってまあとってもね大きい、まあ、いろんなね展示とか展示飾り付けとかね、はい、されてて気合も入っていたイベントでしたからね。まだ縁日館残ってるのがちょっと嬉しいとか。あいやもうこれはね残します。あ残すんですね、うん、素敵、とてもいいですね。このハロウィンにはちょっとこれに、なんだっけ、かぼちゃこれにかぼちゃの作って、縁日とハロウィンみたいな、あれ取れるんですよ、風船、風船というか赤い、なるほど、はいはいはい、あれにかぼちゃをつければどうにかハロウィンっぽくなるなるだろうと、はい、あれそうじゃない。そうですね、確かに、そんな先々のことまで考えてるんですね。それはそうです。素晴らしい、いいですね。はい、はい、コメントいっぱい来てるので紹介していきましょうか。東京のヤンバルクイナスさん、おはようございます。おはようございます。さらに村長おはもっこり、おもっこりもっこり、シュプリームさん、埼玉のゴーさん、うん、ありがとうございます。銀トロさん、ムクさん、おはようございます。おはようございます。チョップさんもおはようございます。お、おはようございます。カンパチーさん、ミヤさん、おはようございます。さらにシェフさん、まんまるシェフさん、エマちゃんもおはようございます。はい、ですね、カッちゃんも来てます、うん、おはようございます。カッちゃんおはようございます。村長来てます。ところでリカパン、ダイエット今月末までに落とすっての覚えてるよな、はい、そのこと言ったんだ。 あった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 んたたん、落とすって言いましたね、きっと落とすって言ったかもしれないです。お、覚えてません。お、落とします、落とします。そういえばそんなこと言ってた気がする。落とします、落とします。無理じゃん、リバウンドしてるのに。今リバウンドしてるんですよ、私すぐリバウンドするからびっくりしました。すぐリバウンドだから、はい、多分結構食ってません、仕事終わってから。今3食きっちり食べてます。だから結構食ってますよね。それ、いや夜は、夜も普通1回だけ大変なことになりましたけど、うん、のラーメンチャーハンセットを1回だけ食べてましたけど。あ、その1回がですね、結構来ますからね。来てるのかな、うん、あとは毎日おにぎりとかですよ、夜は、まあ、食べてはいますけど。おにぎりと何、おにぎりと、おにぎりだけじゃこんなにおにぎりと卵焼きとかと、スープと、あ、以上。お菓子は、お菓子は食べるお菓子は食べてますね今変な声が出ましたけどそういうことなのかもしれません。なんすか、強気ですねはい、皆さん分かりましたね。今気がまた引き締まりました。大丈夫、大丈夫よ、大丈夫、落とすから。今月末までに2キロ落とす2キロね、無理だよ、2キロ落とすから、頑張る頑張る。トレーニングもこれね、そう、最近どか食いが多いんですよね。本当に気をつけようと思いました。僕の知り合いめっちゃ痩せたんですよ。はいはい、ラーメン屋のガジローラーメンっていうこの近くのオーナーさんなんですけど、うん、はい、聞いたら腹いっぱいをなくしただけで痩せたって言ってました。なるほど、腹いっぱい食べるのをやめたそうです、はいはい、で好きなものを、3食食ってるって。そうか、そういうのは。でも腹いっぱいは食べてない。はいはい、リカパンみたいにもうポンポン膨れて何も入らないみたいになるまでは食わないみたいな、うん、あ、そうですね、私は結構お腹いっぱいまで食べてます。潔いですね。もうさ、逆に痩せるって言わなければみんなからこう言われないんだよ。いや、痩せたいの、痩せたい、痩せたい。太れば、いい、逆に、あ、逆に、あって言われたら私天の弱だから痩せるかもしれない。いや無理で、いや無理だな無理だな、いや痩せて太りましょうよ。嫌だ嫌だ嫌だなんだっけ、踊れるデブがいるじゃないですか、芸人の、あー、え、色白の、色白の女の人、渡辺直美さん、直美だっけ、はい、すごい、渡辺直美さんのことそんな言い方する人初めて見ました、私。あの人めっちゃ踊れるデブじゃん。いやそうだけど、うん、そうだけどさ、うん、渡辺直美さんってなんかすごい綺麗なんですよね。あれすごいですね。なんかリカパンもほら顔はさ、あー、ハーフっぽくて、ハーフっぽいし、綺麗な顔立ちしてますから、目鼻立ちはある方かもしれんけど、そうそう、だからもう
一気にさ逆に、あなるほどね、そしたらみんながみんなもいじりやすいし、もあの綺麗な丸太になると、そう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 、なるほど、そうそうそう、いいんじゃないですか。したら好きなものもいっぱい食えるし、あでもそれも、いやいやいや、自分のね、そうそもそものこの始まりがですね、山内さん、はい、あの健康診断に引っかかったっていうところから始まってるんですよ、私のダイエットへの挑戦がね、はいはいはい、うん、健康診断に引っかかってしまったら美味しくご飯が食べれないじゃないですか。だから体を引き締めて心置きなく美味しいご飯を食べたいんです私。はい、じゃあ皆さんこの人がですね、はい、ちょっと食べ始めたらまた愛のムチをよろしくお願いします、はい、ぜひあのビシバシやっていただけたらと思います、はい、そして黒猫ナンシーさん、おはようございます。おはようございます。リカパンと山内さんはお初ですということですね。そうですね、あそうですね、おはようございます。黒猫ナンシーさん、ぜひこちらもよろしくお願いします、うん、ナンシーさんもね、体重減ってもすぐリバウンドしちゃいますってコメントいただいてますけど、まあね、しょうがないよね、なかなか難しいですね。ただリカパンの場合ですね、この3年4年ぐらいずっと同じこと言ってるんですよそう、ここ 1,2 ヶ月とか、はい、まあ、1,2 年の話じゃないんですよ。そうですね、もう年単位ずっとですから、はい、なんならもう10年間多分これ言ってると思います。で小6から言ってますね。まあもう10年やし、小6にポンって太ったんですよ私。小5までモテ期でちょっとした、うん、小6でポンって太って、小6より今軽いんですけど、小6やばかったんですよ本当に。ああそう、え、やばいんですよって言われてもね、小はい、70キロ近くまで行ったことあります私。って考えたら今だいぶ20キロ以上も軽いから、そう、あのやっぱね、 あの時のリカパンから見ちゃう自分っていうのがいて、それが悪いかもしれないです。もっとこう高みに登った痩せたリカパンから自分を見ないといけないかもしれないんですけど、あの太ってた時期の自分目線から今自分を見てしまってるので、まあ、これぐらいだろうみたいな甘やかし思考になってしまう。まあまあまあ、ごめんなさいね、何を言ってるかちょっとわからないですけど、皆さん今日はですね、休憩時間というテーマでお送りしていきます、はい、リカパンダイエット企画ではないです、はい、すいません失礼しました、カイザさん、初めましてだと思うんですけど、もう大人ですよね、うん、って来てますよ。そうです、大人ですよ、はい、はい、ありがとうございます。言い訳言うなと。そうですね、そうなんですね、ポンタさんもおはようございます。おはようございます。名前だけパパッとよく、カリウスさんおはようございます。おはようございます。ですね、そしてで、なぎすけさんも来てます。おはようございます。おはようございます。はい、そんな感じかな、うん、そっちは終わったし、はい、武蔵さんもおはようございます。おはようございます。ナルトラも来てますね。おはようございます。おはようございます。かっちゃんの占いとかもうね、後で発表しますので、はい、すいません時間がなくてね、一旦 CM 行きます。ひゆみさん、みんなノリが良くてよかったよね。いやー面白かったね、すごい、俺の扱い雑って石ころさんちょっと身内だからもう雑になってもいいじゃんね。確かに身内感はすごいありますか。なんかすごい、まあ、ジリジリします。あ、またな、なんかリカパンだけだぞ、文句切れたりついたり、頑張れ頑張る柔らか最高ってよ、ポンタさんの好みバッチリみたいですよ。あ、ありがとうございます。リカパンなんかもう痩せるのをさ、ほんと諦めようぜ。いやだ、ダメだよ、だって諦めたらそこでお菓子も食わない、何もしないって言ってるのにさ結局それが幸せじゃないですか。そうですね、でもしょうがない。いやでもこれ私今セーブして、これなんですよ、セーブしなかったら大変なことになるの分かるので、せめてお菓子をさ、やめればいいの。お菓子と、わかりました、お菓子また今日からやめます。だから無理だよ、また食うもん。さあ時刻は8時34分を回りました。今ですね
スタジオで怒られているリカファンでございます。じゃあ怒ってはいないよ、はい、たしなめられてもう無理じゃんって言って、ああ痩せるの無理しなければっていうアドバイスよね、はい、諦めない。だってお菓子をさ夜から食うっていうのは、はい、普段の人はあんまやらないじゃないですか、ダイエットしてる人は。あ、でもですよ山内さん、うん、一袋とかは食べてないです。うん、そんな問題じゃないんですよ。だからそれが自分への言い訳になってるじゃないですか確かにそうだね、そうですね。でどっかで許してだんだん量が増えていくわけですよ、はいはい、もう本当に0か100かを目指さないと。だからもう多分無理なんです。リームか、はい、したらブーデーになりましょう。逆にね、ノットブーデーそこは固くなだろ。ノットブーデー、あのじゃブーデーでも健康体だったら私いいと思うんですけど、うん、今健康体だからブーデーで運動すればいいじゃないですか。食べたいのはもう好きなだけ食べる、その代わり運動する。ああ、運動する運動して、うん、運動するデブになる。ああ、なるほどね。運動です、運動。運動。いや、いいじゃないですか、それで。そうかな。いや、諦めないでって来てますからね、コメントでもね。はい。もうちょっとだけ頑張らせてください。そうだね。もうちょっとだけ。今年はじゃあ見守るか。はい。その、だってさ、なんかさ、ダイエットするするって言ってしてないから、ずっと。いや、逆に毎日ダイエットの気持ちなんですけど、私ダイエットしてる人はお菓子食わないのそっか、あ、その常識から頭に入れないといけないですね。ダイエットしてる人はお菓子は食べない。今刻みましたので心に、お菓子食べないです。あと、いや、だから無理だよ、前からこれ言ってんじゃん。だからずっと難しい。なんでだ、なんでお菓子は私に食べてくださいって言ってくるんだ言うでしょ、言う。ほら、あのあれですよ、この心理学でもあるじゃないですか、はいはい、あの好きな行為、好きがあればあっちも好きになるみたいな、うん、あ、それですよ。リカパンがやっぱ食べ物大好きだから、食べ物ももうリカパン大好きだわけ。はい、ここにいるよってささやいてくるんですよ。ここにいるよだけじゃないし、もう私を食べてオープンですよかもしれないですね、はい、はい、だからこれはもうリカパンが大好きだからね、しょうがないです。ああ、じゃあまず、ああ、難しい、嫌いにはなれない食をいや、一瞬の間にすごい葛藤しました私だから、はい、もうあれですよ、まあ、見守っていただけたらと思います。もうちょっとだけね、今年いっぱいはちょっと見守ってほしい、本当にお願いいたします。はい、はい、さあということで、ね、気を取り直して、お菓子食べないだけで3食普通なら減るよね、はい、ただお菓子が減ったら3食がの量が多分増えますよ。なるほど。逆にどうしたらいいんですか、ね、逆にだからもうリミットを外して運動をいっぱいやってみたら。ああ、運動ね、うん、運動いっぱい、あ、もうそうですね、夜ご飯、そっか、夜ご飯食べれてるっていうことは夜ご飯を食べる時間があるんですよ。そうだから、はいはい、もうお菓子も食べます。はい、食べます。夜ポテチ、なんだ、ドリトルだっけ、あのメキシコのデブになるチップス食べますと、はい、あのはい、トルティーヤ食べます。トルティーヤ食べます、はい、何でも食べます、はい、寝る前も何なら食べます。でも運動はしますってやったら逆に痩せるかも、うん、リコパ。ああ、なるほどね。ダイエットなんて人それぞれですから。そうですね、うん、そっか。トルティーヤはね、でもこの間結構前にもう食べませんって言った時から食べてない。トルティーヤ参ったな。ああ、分かります。一個行くんですか、じゃあトルティーヤは食べません。次のお菓子、ショートケーキは食べます。でも言われました、ショートケーキも食べません。どんどん行くんですか。次カステラですか。何も食べません。お菓子を断ちます。ありがとうございます。もうここまで言われたらやるしかない。ここまで言われてしまったら、なんか僕は逆のこと言ってるんですけどさっきから、はい、もうちょっといいですか。
頑張ります。頑張って頑張ります、はい、なんか頑張る必要ないと思うんだけど、はい、じゃあ今日は何の日なんでこれ言いたかったのにはい、今日は何の日、安心安全万能の沖縄手帳からご紹介しますよ。本日7月14日水曜日の仏滅でございます。水のと井の日、旧暦の6月5日にあたります。満潮時刻が午前9時25分そして午後10時35分干潮時刻が午前3時35分そして夕方の4時5分となっています。今日中潮ですね、うん、さあ何があったかと言いますと、今日フランス革命記念日だそうで、パリではお祭りが行われるそうですよ。そして2006年宮里美香さん高校2年生で世界ゴルフジュニア選手権で優勝、2006年だったそうですよ、うん、そうなんですね。私これとても記憶に新しいんですけど、はいはもうそんな前なんだ、うん、へえ。さあそして続いてネットからご紹介いたします。こちらですね、今日免疫記念日だそうですよ、うん、日本検疫記念日、日本検疫衛生協会が1961年に制定しております。はい、そしてフランス革命記念日、そして求人広告の日でもありますよ、はい、これフランス革命記念日ですね、1789年の7月14日に始まったということで、まあ、元はですねフランスの王政貴族政治に反発する民衆によってバスチーユ牢獄が占拠されてたところから始まったというところなんですね、はいはい、うん、そしてまだまだございます。1867年ノーベルがダイナマイトを発表、莫大な資産を築いた彼は各分野で優れた功績を残した人物に賞を与える基金を設立、これがノーベル賞の始まりなんでしょうか。あ、そうです。そうなんだなんでこの有識者みたいな顔で。え、有名じゃないですかそうなんです、はい、ダイナマイト発明したところまではわかるんですけど、ノーベル自身がノーベル賞を作ったとは思いませんでした。誰かがこのノーベルみたいになってほしくてみたいな感じでノーベル賞を作ったのかなって思ってたので今まで。そうなんだ。そして1867年 A じゃないかが大流行、これ分かりますか。うん、あ、どんな感じで言うんですか。言うんですか、うん、言う言い方は分からないですけど当時いないですからそうか。ただ基金で圧政とかで苦しむからもうどうしようもなくてええじゃないかっていう、はい、これ風刺ですよね。あ、なるほど。もう世の中どうでもいいやみたいな、はいはいはい、気持ちで大流行したっていうこの踊りがね。へえ、そうなんですね。踊りというかなんていうかな、裸で踊ってたらしいですよ。おお、結構アナーキーですね、うん、はい、1867年。そして廃藩置県が1871年にありますよ、はい、さあそんな誕生日なんですが、今日わかんないな、水谷豊さん誕生日です。俳優、1952年生まれとのことですよ。誕生花フロックスという花で、うん、花言葉は温和とのことですよ。いいですね、温和な気持ち大事にしていきたいな。以上、今日は何の日お伝えしました。さあ、黒猫ナンシーさんのリクエスト、アンルイスで甘い予感。だからほら、あれ、バランス取りましょうよ。わかります、わかります。何ですか、バランスって今言うやつですよ。そうそう、フリートークがもう長くしちゃって、うん、だからこっちをギュッとする。わかりました。ここまで同じようにやってどうするんですか。サイサイお間違った、全部言ってました、ね、いや、あ、それは言うつもりはなかったですけど、こういうところでね、私口答えするからやらされるポイントかもしれないです本当に。いや、つきはしないです。すみませんね、今日もリカパンのこのダイエット騒動があってですね、皆さんのコメントなかなか紹介できない。いや、ダイエット騒動の話をするつもりはなかったんですけど、なかったんだけどね、なんかね、
広がってた、ね、だって今日初見で分かったんですよ。あれこの人またちょっとふっくらしてるなって言いましたよね今日。はい、今日特に顔がむくんでまして、うん、朝顔見た時に鏡であらまって思って、こんなやつで腕を隠してきておりますけどね。ありがとうございます。今日はちょっと短めに来たんですよ。より手のふっくら感、ふっくら感、ふっくら感がバレてしまった。エマさん、いやでもね、最近コメント読めてないんですよね。本当に読みたい。そろそろリカパンに合ったダイエットをやった方がいいと思いますけどね。無駄ですから、もう。で、逆にリバウンドしてどんどん。じゃあ人生も楽しくないですよ、多分。ああ。やっぱ憧れるんですよ。細いチャンネルに。細いチャンネルに憧れるんですよ、私だって。細いチャンネルに憧れてもさ。やれないじゃん。ジムのお姉さんとかとこうわーって手を取り合った時のこの線の細さにびっくりするんですよ。へっへっってなるんですよ。そのこうなんか女子ってこうこんなやってわーいとかやるんですけど、その時のあのなんだろうな、私すごいムチムチなんですけど、あっちはなんかすごい骨を感じるというか、あそこまで細くなってみたいって。あ、でも手は変わんないだろうな、一生これな気がする。痩せてももうこれ形状の違いですかね。あ、でもそうだね、俺もなんか太いんだよ。太いんですよ、指短くて、ね、まあとにかくリカバンに合ったダイエットがあると思いますけど、うん、なんだろうな、無理だもん。そしたらもう死ぬこと言わないです。デラックスなってるかもしれない。いや、ならないように日々気をつけるんです。気をつけてないじゃないですか。でも確実にこのラジオを始めた時から5キロ以上は増えてます。逆のことを言おうと思ったら痩せてますって言うのかなと思ったら取ったんだけど、5キロは増えてます。やばい。だからこれあれなんですよ、やっぱ仕事を始めたらストレスで太るんですよ。ですね、ほんと。確かに仕事始めてからでした。そうでしょ、大学の年は俺10キロぐらい太ってたよ。仕事始めて15キロ飲みますしね、男の人は。そうそう、で帰ってから食うさ、夜うん遅くから遅いし、確かに大変だったな。このお仕事バリバリやってるのに痩せてる方ってやっぱこの相当な根性というか。リカパン、俺が痩せトレーナー、金はいっぱいあるさんな、痩せトレーナーを探してあげるよ。痩せトレーナーですか。食事、あ、食事を管理してほしい。そうだね、リカパンもなよなよ根性だからさ、うん、人がやってもらえないとダメだよ。ヨシケ取ろうかなって最近ちょっと考えてて。うん、そうしたらお菓子食うから。ああ、そっか。ちゃんとリカパンに合ったやつを考えてくれる人を俺が探します。あー、コミットできる、うん、あのスパルタな人がいいです。じゃないと私甘えちゃう、うん、スパルタをぶつけても今ダメじゃないですか。ケイシー師匠をぶつけてもダメじゃないですか。あ、師匠、いやでも師匠のところでやるなら頑張りたいな。美味しい食事は人生を豊かにする。リカパンの朝からまさっさでございます。さあやってまいりました、はい、リカパンの朝からまさっさ。このコーナーではですね、私宜野湾随一の美食家、そして暴食家、暴食家ことリカパンがですね、もう認めるよ、暴食感だよわてはということで、食事をおろそかにしがちな
抜きがちな現代人の皆様に美味しい食事のレポートを通してですね、お腹をググッと鳴らせていただきたいというコーナーでございます、はい、プロの暴食家になればわてはわてはわてはプロの暴食家になるんや、なるんや、なる、もうなってるやということで今日はですね、はい、あのちょっと意外なところで朝ごはんメニューが、うん、私にとって意外なね、はい、ところで朝ごはんメニューがまた朝ごはんですか、いただけまして、はい、かつですね、はい、あの美味しかったということでレポートしてきました、うん、私初めて行ったんです、すき家。あ、すき家、すき家なんだなんだと言いますけど、すき家にですね朝食セットがあるって皆さん知ってる、知ってますか、知ってる、知ってる、そうなんですね、私知らなくて、ちょっと朝ですね通りがけに見たら何やら車がたくさん入っていましたので、すき家の駐車場にね、なんだなんだと言ってみました。で、皆さん食べていたのがいろんなですねバリエーションの効いた朝食セットいただいていたんですね、うん、で、卵かけ朝食からね牛丼モーニングセットだったり、はいはいはい、っていうのがいろいろあるんですけど、うん、私はやっぱりですねオーソドックスな鮭のっけ定食を、朝食をねいただいてまいりました、はい、ここね素晴らしいのが、うん、お味噌汁が美味しい、あ、はい、あの今更感ですよ、あ、そうなんですか、はい、嘘、これ有名なことなんですかね、有名です、この朝のね空腹なお腹にこのちょっとね柔らかい味わいの合わせ味噌のお味噌汁が染みるんですね。そしてですね付け合わせなんですけど、はい、まあ、メインの鮭はもちろんなんですが、うん、付け合わせにこの時はオクラのこの輪切りにしたね和え物がついておりまして、はい、その上に温卵が乗っているんですよ、うん、これにお醤油をかけて混ぜ混ぜして食べる、うん、というところなんですが、まあ、そのまま食べてもよし、なるほど、狩吉さんセレブだからか、すき家とか行ったことなかったですね、ご飯にかけてもよし、で、朝からですねほっこりとする家庭の味わいをいただくことができるんです、盲点同士だねで、これ鮭定食っていうと、うん、鮭が1枚こうお皿に乗ってきてると思うじゃないですか、はいはいはい、すき家面白かったのが、うん、鮭が身がほぐされてお皿に入って出てくるんですね、うんうんうん、これとってもいいなと思って、うん、新鮮な鮭フレークですよね、もう本当に、なので私はですねこの輪切りにしたとろろのものと笑ったとろろと鮭を一緒にご飯の上にかけてスプーンでいただいて、うん、っていうのが最高の朝ごはんでございました。なんか本当に外人のさ、あのちょっとぽっちゃりした子がスプーンで日本酒のこのあれを食べるイメージがジャパニーズ湧いてくるよね、カルチャーイエイみたいな、そう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 、はい、だからね朝意外と人が多くてですね、スプーンでとか箸で食いなさい、それもちょっとお箸で食べるとボロボロしちゃうから、ガツ食いですか、いや、なんお箸だとほらなんか食べにくかったのでスプーンでこう優雅にね、はい、食べました。セレブのザレ言を冷ややかな目で見るリスナー。そしてですねまだあるんですけど、はいはいはい、もう一個ご紹介したいのが、うん、その日私すき家にハマってしまいまして、はいはい、お昼も行きました、はい、おいいですね、はい、うん、でですねこちら期間限定ニンニクの芽牛丼っていうのがすき家食べられるんです、とっても美味しくて、美味しそうだね、ニンニクの芽ってなかなか私たち食卓で食べることないじゃないですか、はいはいはい、はいはい、これはあの結構ニンニクっていうぐらいだから、うん、ガーリックの味きついのかなとか、はいはいはい、食べにくいんじゃないかなと思うままいただくと、うんうん、すごいですね、芽がシャキシャキとした歯応えで、はいはい、で辛く味付けされてるのでご飯と牛肉が進む進む進む、期間限定らしいので、うん、ニンニクの芽牛丼で、また、ね、ダブルニンニクの芽牛丼っていうのもあったの、でも美味しそうだなと思いました。あ、ダブルはいかなかった、ダブルはいかなかった、い、はい、ということでえらい、好きや、ダブルの誘惑は勝った、勝ちました、はい、よかった、まあ、朝も食べてるからね好きや、そう、あのですね、はい、だから黒猫ナンシーさん多分わからないと思うんですけど、うん、初めてなんで、はい、あのリカパンはですね、首里に
土地がいっぱいある 大富豪なんですよ。個人情報なんだけど、だから今更すき家っていうことをねちょっとお許しください。いやでもなかなかすき家行きます。行きます。普通に行きます。本当に本当です。行かない人もいるかもしれないさ。だから富豪ぐらいです。違う違う違う、普段なんかほらファーストフードはマック派とかバーガー派の人はいやお米に回帰してほしいし、関係ないです。マックもあんまり行かないって言ってたじゃん。マックも行かないですでしょ。はい、なんならもうマックの全部買えますもん。どういうこと。はい、いやでもね感動の朝から夜まで楽しめるすき家なので、皆さんぜひお腹が空いてたまらないっていう時はね駆け込んでみてはいかがでしょうか。いや、リカパンの駆け込み寺ができましたね、はい、できてしまった。あれは素早くお米が食べられる場所、それが好きや。でなんたるでも発言でございます。ということで皆さん朝からちょっと今日は重たかったかな。以上、いや重たくはないですよ。リカパンの朝からもあさっさお届けしました。ムクさん、カレーいただいてたみたいでありがとうございます。今日持って帰って来週食レポコーナー紹介したいと思いますので、今日持って帰るのを忘れないようにしないと。ありがとうございます。さあ、もうすぐ9時で終わりますけど、今日のテーマ何ですか。今日のテーマは休憩時間でお送りしますよ。はい、今日のテーマ休憩時間ということで、休憩時間何してますかということで、皆さん何してるか、もう全然やっぱダイエットの話になって、今日ダイエットに変えたら。いやいや、こんなにね実はたくさんメールもらってるんですよ今日。あ、確かに、はい、すごいメールいただいててありがとうございます。来週ダイエットするかも。あ、いいかもしれないですね。直球で、はい、リカパンダイエット企画ダイエット、はい、皆さんがやってるダイエットとかね。で、来週は皆さんからダイエットを募集して、うん、はいはい、リカパンに合うね。ああ、合うね。そう、一般常識で考えないでください。いろんなリカパンのこのなんていうの、うん、環境とか、あ、今までの私のこのパーソナルとか低たらくさを加味して、加味して、で大富豪というところも加味して、じゃあ、じゃあそこは加味しないでください、まず言ってきますね。リカパン大富豪、そして、根性は豆腐でございます。油脂豆腐、油脂豆腐、油脂豆腐でございます。もう崩れかかってるじゃん。もう崩れかかってます。そんなリカパンでもできるようなダイエットを考えてほしい。そしてかなりの美食家。あ、大好きですねご飯食べて、はい、ご飯はとにかく好きです。はい、白い米だったらどんなにお腹いっぱいでも食えます。そんな血糖値がちなみに引っかかりました。そんなリカパンの来週はダイエットを募集しております。はい、メールアドレスは797@fmgino1.com です。参加して一緒に盛り上がりましょう。あ、左手でお箸作戦いいかもしれない。これ今じゃないですよ皆さん、来週ね。ああ、そうですね。そう、コオロギで白米食いましたからね。とにかく白米はもう欠かせません。来週面白そうだ。面白そうです。今日中にツイッターで来週のテーマ上げておきますか。あ、いい。ナンシーさん、根性が豆腐ではなく油脂豆腐です。油脂豆腐。油脂豆腐わかりますか、ナンシーさん。あ、そっか、大阪か。沖縄でなんか湯豆腐みたいな感じでスープ、豆腐のスープがあるんですけど、形がないです。もう結構崩れかかってる豆腐なんです。美味しいの、これが世界に広めたい美味しさね、うん、油脂豆腐美味しい、専門店もあるぐらい美味しいんです。山行った、山、山まだ行ってないんですよ。山、私メモにずっとメモってるのに山行ってないです。山美味しいよ。山行きたいんですよね。山、この間水曜日空いてるの？じゃあ、あれ水曜日じゃなかった、休みの日一回チャレンジしたんですよ。火曜日あたりが休みだった。
豆腐というのはまだ形ができてるじゃないですか、四角く、うんうん、あの形はもうすでにないです。崩れてます。崩れてます。あ、ムクさんデブ活がはかどる。なんでゴリラ行っちゃう。どうしよう。なんですかゴリラ行っちゃうって。絶対これなんかラーメン系なイメージなんですけど。そうだね、うん。もちろんな、こんなされても食ってないからいいよね、リカパン。セレブって言わないで。誰セレブって言ったやつ言ったやつとか言っちゃったけど。シュプリームさん、それでもリカパンは王子には強いですか。何が、あ、当たりが、当たり強い、確かに。さあ時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。モーニングエッド水曜日は FM ギノアンのスタジオからリカパンと山内が2人でお送りしますよ。あの皆さんがいろいろリカパンに行って、リカパンはこうなんていうのかな、ヘラヘラっていうか、ヘラヘラっていうかね、ニコニコして受け入れてますけどヒエラルキーの中ではやっぱりリスナーさんが上、はい、で僕がいて、はい、まあ、リカパンがいますと、はい、でもね、その下に来るのが王子なんですリカパンの中で。どういう王子って言ってた。前ひふみさん出た時に、うんうん、目が怖かった、リカパン。え、嘘、うん、いや、それはないです。なんか余計なこと言わないでみたいな。え、いやいやいや、全然。中学時代を思い出したって言った中学時代何を知ってるんだ王子さん、私のっていう目で見てましたって、ずっとどんだけ、私中学時代もこんなですからねだから多分やっぱりね、ヒエラルキーというのは今でもちゃんとあるんだな。あるかどういうことなの、嫌だな。なんか違うんです、お子さん。あ、でも確かに私、うん、あの学生時代、うん、目が悪くて、うん、じっと人の顔を見ちゃうっていう癖があったんですね。だからよく不良っぽい男の子に、うん、ガンチキランケって怒られてましたからそれかもしれないね、大子さん。まあ、それとこれとは違うと思う。ごめんよ、やっぱりどうしても完全に上から見てますから、ね、どういうことなの、大子のことはね対等には見てますけどね、大子とか。まあ人はね、そう見られたらそう感じるんですよ、ちゃんと。いくらリカパンが違うって言ってもね。なるほど、難しいな、うん、自信持って大子、違うから大子さんなんかすごい、突っかかってきますよね、なんかリカパンに。うん、なんでって思います。もっと仲良くしようって思いますけど。分かんない。なんだろう、仲良くしようぜお子さん。なんかあれじゃないですかやっぱ同級生だからっていうのあるかもしれないですね。そうっすね、うん、あのだから金曜日の、まあ、シュプリームさんも来てますけど、うんうん、あの24時大子の番組にぜひ、うん、ツイキャスで参加して、うん、そうそうそう、お前ベラベラ私のこと喋んなよって言わないと圧をね、うん、かけるの、この土下座野郎がって言わないとそんなことできないし。あ、そうなんです、ムクさん、おこうさんとね同級生なんで、うん、らしいです、らしいというかです、はいそうリカパンは全く覚えてないっていう、 そう、その辺がやっぱちょっと突っかかるポイントなんじゃないですか。あ、ですかね。でも何百人もいるんだよ、うん、同級生でも。これあっちはリカパンって覚えてたわけだから。だってリカパンこんなキャラで走り回ってたからさ、中学校って目立ってた、目立ってたかもしれない、ね、ああなるほどかもしれないね。というか中学校の時なんかしたんじゃないですか、やっぱり。何に、王子に、王子に、うん、知らんうちに話したことないのに。だからなんかほら、話したことなくても知らんうちに何かやってるってことあるじゃないですか。いや私人見知りだったのでそれはないですね。あ、人見知りゆえになんか話しかけられた時にチキっちゃったのはあったかもしれない。チキって逆にこう突き放しちゃったかもしれないですよ。あ、ちょっと気持ち悪いんだけど。それはしないけど確かにあの怯えたことはあったかもしれないですね。じゃあ相当な私チキリタイプなので何の話をしてるんですか、オープニングトーク。さあ本日ですね、休憩時間で、あ、テーマちゃんと言わないの。テーマこちら休憩時間ブレイクタイム、イエーイ、はい、でございます。はい、休憩時間
皆さんどういう風に過ごしてますか。ご飯を食べてお昼寝する方もいたり、またまたはたまたご飯は外で食べる派だったりね、勉強時間に使ってみるとか、自分を高めるねとか、いろいろ過ごし方は十人十色だと思います。皆さんの休憩時間の過ごし方、そして休憩時間にあったトラブルとかね、はい、逆に良かったことなどのエピソードもお待ちしておりますよ、うん、メールアドレスは797@fmginoan.com です。番組に参加して一緒に盛り上がりましょう。時刻は9時5分を回りました。 79.7MHz FM ギノワンよりニュースをお伝えします。沖縄タイムス一面より、酒取引停止要請も撤回、政府金融機関に続き。政府は13日新型コロナウイルス対策をめぐり、酒類提供を続ける飲食店との取引停止を求めた販売事業者への要請を撤回したと発表しました。この要請は事業団体で文書に伝えていたもので、苦境に立つ業界や与野党の批判が拡大したことから、取引金融機関から自粛を働きかけてもらう措置に続いて取り下げを迫られ、政策運営が混迷を極める事態となりました。放出理由に費用と時間、アメリカ軍 PFOS 県と宜野湾市は難色。アメリカ軍普天間飛行場に保管されている有機フッ素化合物 PFOS を含む汚水を下水道に放出する計画をめぐり、在沖アメリカ海兵隊政務外交部長のニール・オーウェンズ大佐は13日、県と宜野湾市に焼却処理には高額な費用と時間がかかるとして、浄化し下水道に流すことで速やかに処理したい考えを示しました。同飛行場で説明を受けた沖縄県基地対策課の古源圭一参事県課長と宜野湾市の和田圭吾副市長は、県民の不安が大きいとして慎重な対応を求めています。続いて地域面より、宜野湾商工会テントを寄贈、2保育園1幼稚園に。宜野湾市商工会は6月30日、市内の赤道青空保育園、志摩市真心保育園、慈愛幼稚園にテントを一張りずつ送りました。商工会は毎年6月10日の商工会の日を PR するため、社会貢献活動に取り組んでいます。2014年度からは毎年テントを2つの幼稚園や保育園に寄贈してきました。8年目となる今年は抽選で選んだ3円に送ったとのことです。以上、この時間は FM ギノワンよりニュースをお伝えしました。そうなんです、カイザーさん、意外と真面目なコーナーもあります。こんなあったらばな辛抱です。さあ、時刻は9時8分を回りました。この時間は FM ギノワンよりお天気道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気から。本日晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方にかけて雨になる見込みです。風は東の風が吹きます。波は1メートルのち 1.5 メートルと、今日はちょっとだけ穏やかですね。降水確率です。朝6時からお昼12時にかけて 10%、 12時から夕方6時にかけて 20%、 夕方6時以降は 10% となっています。日中の最高気温、今日も暑くなりますよ。33度まで上がります。今もう日差しがですね、今の時点で強くなっていますよ。皆さんしっかり日焼け止めを塗って熱中症対策も努めてください。
続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道より、ただいまの時間、沖縄道上り那覇向け伊佐サービスエリア付近で故障車が出ています。それによる規制などはないですが、走行の際はご注意ください。はい、その他目立った事故規制等はございません。続いて一般道をお伝えします。こちらまずは330号線ですが、今のところ目立った渋滞等はございません。スイスイと流れているようです。国道58号線もスイスイと流れています。一点南向け那覇市泊付近で、約1キロの渋滞が続いています。その他は流れていますよ。さあ、忙しい水曜日、車スピード上がりがちだと思います。皆さん安全運転で1日お過ごしください。続いてコロナ情報もお伝えします。ですね、昨日は新規65名の方が、新型コロナウイルスに感染したと発表しました。2人の方が亡くなっております。宜野湾市は8人の方が新規感染となっております。そうですね、まだまだ続きますが、もうちょっとみんなで頑張っていきましょう。さあ、ここでスタジオから見える空の様子お伝えしますよ。先ほどより少しですね、雲も少なくなりまして、また青空が覗いています。はい、日差しはとっても強くなっていそうですよ。風が吹いているので、まあ、肌感覚としてはそこまで暑くはないかなというところですが、今日も焼ける一日になりそうです。しっかり水分補給、日焼け止めいっぱい塗って対策してください。以上、この時間は FM 宜野湾よりお天気、道路交通情報、そして新型コロナウイルスに関する情報をお届けしました。めいちゃんのリクエスト書きましょうね。これはどう、どうしてもう一度ちょっとわかんない、ちょっとわかんない、どうしてどうして、どこどこ、えみーちゃんさん、どうしてって書いてあるじゃないですか。どうしてって書いてますごめんフィーチャリングベニーなんですね。ベニーですね。ベニー大好きでした。ちっちゃい時めちゃめちゃ聞いて、ベニーになろうと思ってました。リムですね。だってね、あんなスタイルもいいし、めっちゃ細いよ、ね、ベニー。あ、そう、一回見たんですよ、ちっちゃいイベントで。素敵なお姉様と思って。どうしたの、届いてみちゃう海蔵さん、そうなんですね。梅雨か、もうそうですよね。沖縄は本当に、沖縄めちゃくちゃ晴れてます。今日は最高だよ。先々日ぐらいはすっごい大きい雷がね、雷雨でしたけど、びっくりしました。絶対あれ1キロ圏内に落ちてました、私の職場から。はい、怖かったです。普段はね、こんなパキッとしたあれですよ。すごいっしょ、今日最高ですよ。もう楽園ですな。今日これから海に行くんですよ。楽しみ。お、ビキニになる。ビキニ、いや、もう本格的にラッシュガードを着て殺到してきます。殺到マリサックか、家族と出た聞いた今、アイザさん、そして黒猫さんリコパンは気に入ったものがあれば何でも買いますそんなことはないです。父がね、サーフィン、お願いします。サーフィン趣味で、たまに俺の勇姿を見ろと誘われるんです。わあ、すごいパパって言って終わるんですけどね。っていうね、遊びをしてきます。いいなあ。どこでやる？うるま市まで行きます。海中道路。海中道路のところ、浜東島、リコパンのさ、クローズ船でさ、いやいやリコパンの船でさ、ないですないです、ケラマでさ、シュノーケリングらしい。そんな遠出できるものも何もないです。とかないない、船とかないですか。
あっただろ、前は。前はあったけど。言わない。今は。買ってじゃあ。なんで、なんで、いや、私にはそんな財力はないです。あるだろう。ないですよ。あるよ。ない。そっちは担保にしてさ、借りればいいの。なんで担保にしないといけない。ああ、しかも私の土地じゃないし。2、300万でしょ、だから。そうかな。いや、船高いですよ。高い。親がしょっちゅう見てるの、見てるんですけど、うん、YouTube とかで。1000万とかざらに超えてます。あ、そう。高いと思って。買えない。じゃあやっぱ借りないとダメでしょ。ああ、借りる感じです。FM ギノワンで借りましょう。うち土地ないですもん、財産がない。いや、いろいろあるじゃないですか、財産で。しかも本当に1000万は借りれませんでした。あ、そうなの。そう、でもなかなか1000万って。利かかんない余裕です。難しいんじゃない。逆に銀行が借りてくれてきてるんですよ、普通に。行きたい、子供連れてさ、行きたいんだよ、だからやって、買って。なんで、いや、おまるの力で連れて行くのが一番子供にとって。俺の力はこの人脈なんですよ。だから、かっこいいこと言いますね。そうそう。かっこいい。俺には力がないんです。行ってみたい。俺の周りに力がある。かっこいい。リカパンさんはその一人です。こんなに毎朝ディスられてるのに。手のひら返しがすごい。いや、だからつってディスるのはやめませんよ。ヒエラルキーは完全したですよ。完全したのに。ファイザーさん、私ビキニ来たら大変なことになります。ボンレスハムです。そうですよ、みんなが食べに来ますから。あ、そうなんですね、ムサシさん始球式だったみたいですよ、今日メジャーリーグの。残念ながらそこまで興味ないのかな。いた夢をある。メジャーリーグですか。うん、ちっちゃい時はドラゴンズが好きでした。中日とかです。野茂とかね。川上とか。川上好きだった。それはね、日本の野球。あ、そうでしたね。プロ野球でした。メジャーリーグでは。メジャーリーグは大谷翔平、はい、ぐらいしかわかんないです。イチローさんと大谷翔平。イチローさんも引退したし、うん。大谷翔平ぐらい。俺も知ってる。サッカーかな。あ、そっか。サッカーの。イングランドが、ね、優勝できなかったんですよ。イングランドが好きなんですか。イングランド好きだ、うん、あの人たちさ、ここの能力高いくせにまとまらないんだよ。あ、そう。あ、能力高いからじゃないですか。俺が。でも能力めっちゃ高い。フランスとかそうなんだけど、うん、能力高くても優勝するわけ。うん、だけどイングランドは精神的なバランスがすごくて、うん、いい試合したと思ったらもうデジ悪い試合したんですよ。それの差がひどくて、だから好きなんですよ、面白い。バカだなバカだなバカだなバカな子ほど可愛いんで。可愛いからね。だから俺リカパン可愛がるんだ。ありがとうございます。本当に本当にこっちから投げたいんですけどね、本当。アッパラパーなの。アッパラパー。投げたいと言いつつね、かまってくれます。そうなんですよ。そう、意外とかまってくれるんですよ。かまわざる得なくなっちゃうんですよ。あ、コーナーです。はい、忘れてた。グスクマタウンビジョンプレゼンツ、まちたびチャンネル。さあ、やってまいりました、グスクマタウンビジョンプレゼンツ、まちたびチャンネルのお時間です。このコーナーでは浦添市グスクマ周辺地域を中心に訪れる人々やお住まいの方へちょっとプラスになる情報を発信し、地域活性化を目指して運営しているグスクマタウンビジョンと同じく地域活性化のため日々爆進中でございます FM ギノワンがコラボして、もっと
ディープな地域の情報を発信していこうというコーナーでございます。はい、今日はですね、Facebook ページから紹介します。僕からいきましょうか。はい、お願いします。今日はですね、テイクアウト情報ということです。他ではあまり見ない日替わりメニューが新鮮、はい、キッチン FMC おうキッチン MFMC おキッチン MFSC 何か言うんですか。あ、 MC だ、ごめん、もう一回ね、キッチン MFMC でございます。難しいんで、はい、ありがとうございます。セリ客交差点、実着交差点近くで見かけて気になっていた、古民家のお店だそうですよ。そうなんだ。はい、弁当ののぼりがあったので早速寄ってみたところ、その日はすでに完売。改めて早い時間にお邪魔したところ、この日はビュー、メニューはピーマン肉詰め弁当と、これなんだ、筑前煮弁当の2種類だったそうです。はいはい、美味しそう。筑前煮もね、ピーマン肉詰めの方を購入して、この記者さん公園で食べたということですよ。なんかいいですね、公園で食べるお弁当も。なかなか、そうですね、爽やかだ。ピーマン美味しかったということです、ピーマン美味しかった、はい、かわいい。他の日のメニューもチェックしてみると、他のお弁当屋さんであんまり見かけない、ちょっと手のかかるような家庭的なメニューが多くて心を惹かれたということですよ。確かに、なんかこの肉詰めピーマン、もうすごい詰まってて美味しそうだな、食べたい。そうだね、肉詰めピーマン、マジでうまそうだし、そのなんかレイアウトも可愛いですね。可愛いですね、お弁当のね、うん、可愛い。本当確かにお店の外観見ると、本当に普通の沖縄の古民家、それが、改造されてるんですね。なんか良さげだね、こっちね、ね、フラッと立ち寄りたいような、そんな雰囲気があります。はい、こちらがですね、実着交差点から徒歩でおよそ1分だそうです。電話番号が0906864-4689、営業時間10時半頃からお昼頃、売り切れ次第終了ということです。定休日は日曜日ということですよ、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、さあそして私からも美味しい情報をお届けしますよ、お買い物の途中でちょっと一息つきませんか。今回ご紹介するのはメイクマン浦添本店の2階にあるカフェ、ライズカフェ。私も何回か利用したことあります。はい、皆さんメイクマンの2階おしゃれなカフェ知ってますか。山内さんも行ったことあるんですね。あ、見たことあります。中入ったことなくて、あ、なんだろうこれって。メイクマンにはね、ちょっとあんま行かない。メイクマンはよく行きます。あ、よく行く、そうなんですよ。メイクマンっぽくない感じ、ね、確かにないですね。100円均一のお隣にあるカフェなんですが、はい、こちらなんとビーフカレー、タコライスなどのお食事メニューから、ブルーシールのアイスクリーム、クレープ、ぜんざいといったデザートメニューまで約90種類の食べ物が90種類ありますね用意されているんですよ。茶色を基調とした店内、テーブルの間隔も広くてゆったりくつろぐのにぴったりで、買い物疲れを癒してくれそうなんですよ。あ、今日外で食いたいな。そしてですね、記者さん、お店の人気メニュー、アイスバナナチョコクリームいただいたそうで、もちもちのクレープ生地にたっぷりの生クリーム、大きくカットされたバナナにチョコソースが絡まって、もうこれは幸せの極みですということでございます。クレープを焼くのがとにかく楽しいという店長、あ、そうなんですね。荒垣店長が焼いてくれるクレープはどれも絶品ですよ。何度も通っていろんな味をお楽しみくださいということで来ております。そうなんだ、ライズカフェ何回か利用したんですけど、アイスクリームしか食べたことないの。クレープ食べてみよう。いやー食べたい。こちらね、結構いつも昼間通っても人が入ってます。なのでやっぱり一定のファン層があるんだなと思いますよ。はい、はい、ライズカフェ営業時間が11時から夕方の6時となっております。はい、電話番号が0988747550、定休日はなしとのことですよ。皆さんメイクマンでお買い物ついでに寄ってみてはいかがでしょうか。
このようにですね、グスクマタンビジョンではいろいろなお店の情報をゲットすることができますよ。国道58号線沿い浦添市グスクマの大型ビジョンやフェイスブックページで情報を発信しているのでチェックしてみてくださいね。こちらですね、大型ビジョンには FM ギノワンコラボ中と、そうっす、はい、デカデカと書いておりますよ。載っております。嬉しいですね、はい。そしてフェイスブックグスクマタンビジョンも検索してフォローもお忘れなく。以上、グスクマタウン、そしてですね、PR したい方も募集中なんです、大型ビジョンでは。問い合わせは 045-670-7640、 グスクマタウンビジョンまで。以上、グスクマタウンビジョンプレゼンツ、まちたびチャンネルのコーナーでした。また来週もお楽しみに。シュピリムさん、ライズですね、ライズ。さあ、時刻は9時24分を回りました。はい、今日のテーマ休憩時間ということで来ております、はい、メール紹介していきましょう。進撃のメイツさん、メイツさん、メイツさん、はい、リカパンダ山内氏、じゃあ本日もおはようございます。先週 iPhone12 Pro Max に機種変し、いいな、めちゃくちゃサクサクすぎて怖い。わお。ただ今のラジオの毎週録音ができないと思ってましたが、うんうん、パソコンからネットを使い iTunes に飛ばせば録音音源保存できる、よかった、ということです。そしてそうなんですね、浴衣ウィーク大勝利、本当におめでとうございます。ありがとうございます。もう皆様のおかげですよね、はい。次はハロウィンですな、ということで。そうですね、今 FM 技能がですね、ハロウィン浴衣と2連覇してるので、素晴らしい。もう負けないようにしたいね、逆にね。逆にね、一勝もさせない。難関できるのかっていうことですよね。そう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 、難関勝利できるのか。もうあっちがね、もうギノワン様って言うくらいね。はい、はい、やりたいですね。そして休憩時間、私の休憩時間はお仕事を全て終わらせ帰る前に撮っている。お1時間プラス面白い、コロナ禍と熱中症対策として水分補給の時間があります、はいはい、休憩時間は録音していたラジオやフリータイム、タイムフリーを活用し、ラジオずっと来てます、聞いてますよ、休憩室内はコロナ禍もあり会話は禁止、厳しいね、うん、あとは寝てる。朝方人間になったので夕方前が眠い、うん、少し昼寝し帰宅、うん、やっぱ寝るっていいね。おいいですよね。ギノワンでも昼寝時間って設けた方が効率よくなりますよ、ということです。なるほど。僕はもう寝てますけど、昼寝時間設けるというよりはですね、各自寝ていいよっつって。ああ、それなんていい会社なんでしょうか。ただ寝てるの僕ぐらいです。本当に皆さんしっかりされてますから ね、 ね、こちらのスタッフさん、なんでこんなお利口ちゃんばっかりかなと思うよね。はい、本当に思います。なんかやっぱりいい人集まってきてますよね。集まってるよ ね、 ね、びっくり、嬉しいですね。寝てもいいよっつって寝ないんだよ。寝ないんだ、うん、偉い、偉いよね、偉いよ、めちゃめちゃ、はい、いやーねー、うん、ね、普通ちょっと寝よくなとか言う人いますよ。いますよね、うんうん、それが僕ですから。しかも僕も知らないうちに寝てますから、自分でも知らないうちに大丈夫はって起きて寝てたねっつって寝てましたねって言って、そうそう。面白い、はい、いいですね、わきあいあいとして。そうなんです。そしてこの方も来てます。はじめましてということで、リカちゃんはじめまして、今日のテーマ何かな何かな。この方、黒猫ナンシーさん、はい、ありがとうございます。こちら大阪は蒸し暑いよ、うん、梅雨明けがまだですしね。あー、そうですよね、はい。昨夜はカツオのカルパッチョを作っていただきましたよ。わお、美味しそう。柵でカツオを買い、柵って何ですか、なんだろう ね、 ね、一口大に切って、大根サラダと合わせ、シーザーレモン、うん、ドレッシングで和えるだけ、簡単、美味しいよ。美味しそう、さっぱりしてていいですね、暑い日には。はい、そして休憩時間のテーマも来てますね。私はお気に入りのベッドのような大きな座椅子を倒し寝そべりゴロゴロするよ、それが私の休憩時間。なるほど。テーブルには美味しいコーヒーが手作りらしいとお供です。
わあ素敵。ラッシーって何？ラッシーって犬？なんで名犬？ラッシー名犬ラッシーあれコリー犬ね。ラッシーって名前なの？あれラッシーは名前です。名犬の名前。名犬の名前です。犬種はコリー犬です。コリー犬。はい。なんでラッシーって？ラッシーってあのヨーグルトをドリンクにしたようなものですね。へえ。でラズベリー味とかレモン味とかいろいろ味があって。はい、とても美味しいです。ヨーグルト？ヨーグルトのドリンクですね。コーヒーと飲むんだね。面白い。そこが面白い組み合わせですね。ね、はい、よく本格的なカレー屋さんとか行ったらあります。もともと向こうの県内の甘いです。ただ本当にヨーグルトの味です。あれをひたすらにドリンクにした感じ。ヨーグルトって甘くないじゃん。ちょっと甘いじゃん。いやちょっとも甘くないよ。普通のやつは。あ、それ無糖。あ、そうそう、無糖の。無糖のやつではなくて、うん、ちょっとなんかこのブルーベリー味とかのヨーグルトがそのままドリンクになったような飲み物ですね。はい、あ、ゴロゴロ大好き幸せということですよ。素敵、いいですね。いいですね。はい、ありがとうございます。はい、休憩時間ということですが、うん、レコパンさんはどんな休憩時間を過ごされてるんでしょうか。セレブな休憩時間はどういうことですかね。私毎朝お弁当作って持っていくんですけど、うん、ご飯を食べた後はやっぱりコーヒーを、ドリンクサーバーがあって会社に、はいはいはい、で豆から引いてくれるんですよコーヒー。でそこで、まあ、ドリンクを2杯ぐらい飲みながら仕事をやってますね、うん、休憩時間などに。あら、なんか空き時間でできそうな、例えば書類作成とかっていうのもサクサクっとやっちゃう派ですね。あら、お利口です。いやでもみんな寝てるんですよ、うん、寝たいなってって思う時もあるんですけど、うん、やっぱこうやらなきゃいけないことが勝ってしまって、はいはいはい、やっちゃうから休みたい。もっとね楽しそうなことないかなと思ってるんですけど、映画見てる人もいます、はい、同期の子はひたすらネットフリックスで映画を見るみたいな。その例えばで弁当をさ15分ぐらいで食って、はい、あとの40分ぐらいは映画見るってこと？あ、いやもうお弁当を食べながら映画見てますね。その、あ、そっかそっか。あのスタンドに置いて、はい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 、イヤホンをしてもうシャットアウトして周りを。若者？若者です。へえ、若者です。いや俺喋りたいのはこれイヤホン取ってから喋ろうぜって言うはずね僕は。私もたまに話しかけて怒られますね。はい、なんか休憩時間にも見る映画って決めてるらしくて。いやいや、もうそれやめてって言いそうだね。ね、本当喋ろう喋ろう。今日なんかここまで見たか、明日は休憩時間ここまで見るみたいなのあるらしいです。いいよいいよ、言いそうだな。ちょっとな、若者だなと思いますけど、ね、ジェネレーションがうぜえって。そうだね、うざいね。はい、皆様でもいいなと思います。はい、休憩時間何してますか。まだまだお待ちしております。メールアドレスは797@fmginoan.com です。なんかさ、自分をこう下に見せたりセレブじゃなく見せるときのリカパンがいるからな。え、その辺素直になれたら言いたい。素直になれたら爆発できますかね。はい、1位になれますか。なれます。なんていうのかな、マヨが王道派だとしたらあなたはヒールで。ああ、なるほどね、ヒールで。ヒールは嫌だわ。まあでもヒールでものし上がれたらのし上がりたい。そうですよ、 HEEL になりたいです。うんうん、黒糖な久しぶりに、なんかきなこお餅みたいなの。ああ、何でしたっけ、イムクジブってる、違う、くず餅、くず餅、くず餅、黒糖のタレみたいなのかけるじゃないですか。はいはい、美味しいですよね。美味しいよね。黒蜜、黒蜜、黒蜜、美味しいですよね。美味しい美味しい、うん、今日ローソンで買おうかな。あー、ちょうどいいサイズ売ってますよね。売ってるよね、こ、うん、んなに良かったよ。あれ、よくもらうんですよ。いいな、差し入れから来たらね、ちょっと俺が寝てるのも許されるから、うん、あ、カイザーさん紅茶好きですか。私も紅茶実は毎日持ち歩いてて飲むようで。
これに紅茶パックをいつも持ち歩いてます。コーヒー飲みたくないときはこっちから。さあやってまいりました、8-1グランプリ。今日ちょっとね初めての方もいらっしゃいますので、はい、8-1グランプリ、このコーナーはですね、お題に沿ったお話を、うん、この日替わりでパーソナリティさん変わるので、うんうん、朝の、はい、その方々が、お話をして10点満点でリスナーさんに、点数をつけてもらうという大変シンプルで奥の深いコーナーでございます、はい、コーナーでございます。ですね、お題いろいろあるんですけど、うん、今週のお題、まあ、週でね通してお題やってるんですけど、今週のお題は何かというと、夏ならではの失敗みたいな話じゃなかったですか。違いますね。違う、夏ならではのがっかりした話。がっかりした話でございます。夏ならではのがっかりした話。がっかりした、これでですね、カイザーさんとかナンシーさん、共感したり、そりゃがっかりだよねっていう共感ポイントが大きければ、はい、10点満点で点数つけてください。はい、10点満点でございます。でございます。よろしいでしょうか。はい、夏ならではのがっかりした話。がっかりした話。ちなみにこのリカパンがですね、非常にこのコーナー、増えてでございます。増えてでございます。本当に先週3点でした。これね皆さんの平均取るんですけど、3点です。あ、10点満点中3点。うん、平均が、もういいよ、とにかく平均3点です。リカパン失礼しました。はい、じゃあいきます。はい、リカパンの夏ならではのがっかりした話、スタートです。これはですね、私がまだ高校生の時の話。その日は母が朝から私の大好物の照り焼きチキンと、そしておむすびを作ってお弁当を詰めてきてくれたんです。なので私、お昼まで待てないという気持ちのままですね、ワクワク待って、お昼時間蓋をワクワクして開けました。なんとお弁当が腐ってたんですよ。私の席、実は窓際で直射日光が当たりまくり、はい、待てずにずっと机の上に置いてたお弁当もう腐ってですね、食べられなくてがっかり。はい、夏しかこんながっかりねえよな。あ、でもね、なんていうんですかね、はい、まああのあれよね、あの面白くはないですけど、このちゃんとテーマに沿って、しかもあるあるで、あるあるでしょ、うん、いいんじゃないでしょうか。テーマに沿ったでしょ。はい、面白くはないけど。面白くはないです、確かに。でもでもこの趣旨はですね、趣旨はもう完璧に趣旨を捉えたんじゃないですか、今回は。うん、大喜び。でもそんな高いか。でも皆さん、これはですね、面白さを競う競技ではございません。即していれば高得点つけていただきたい。即してプラス面白ければ10点クラスでしょう。だから6点ぐらいだと思うんだよな。エコさん、忖度して4点って。そうね、僕は忖度して6点かな。うん、ひふみさん、ヤーガービランケってマジで安定のお叱りをね。今日は共感できますよね。わかるわ。いや、一瞬ですから、あいつら本当になんですかね、はあ、食べたかったな、照り焼きチキン。ずっと覚えてるぐらいですか。なんで置いてるの、上に。ん、カバンに置いてたんじゃなくて。いや、もう食べたくて、お昼来たらすぐ食べるぞっていうことでここに置いてて、その前の時間が体育だったんですよ確か。で、体育から帰ってきて
着替えて、よし、食べようってやったら、プーンって。あれでも匂いだけで腐ってないかもよ。いやあれ人参ダメでしたね。むにょーんってなってましたから。あ、そう。はい。あ、ダメでしたよ。そっか。はい。一応ちょっとつまみました、卵は。あ、卵がダメなんじゃ。卵ダメでした。卵はすぐ腐りますから。卵ダメでした。はい。はい、はい、ということで、リカパンの夏ならではのがっかりした話聞いていただきましたが、曲聴いてる間に採点したいと思います、はい、うん、石ころ村長のリクエスト、世界の終わりで虹色の戦争。ありがとうございます。そんな高いあれでもないと思いますよ。ただリカパンが趣旨通りにやったからっていう、このなんていうか、あ、なるほど、なんか不良がいいことしたみたいな。そうそう、不良がいいことした感じでしょ。これが赤リンとかマヨが言ったら低くなると思いますよ。いや、それはないです。いや、それはない。マヨさんが言ったら絶対10点。前は言ったら確かにスピーナとかが言ったら多分低いですよ。スピちゃんが言ってもおそらく10点。いや、ないないかな、うん、スピちゃんには厳しめ。スピーナにはやっぱ笑いをみんな求めてます。あ、確かに笑い取れるから芸人ですから。そう、リカパにしてはちゃんとしてるからでしょ。確かにね、何の俺が低い点数つけさせようとしてる。そうだよね、分からないよ。なんかね、リカパンは低いままでいてほしいんですよ。いや、たまには取らせてください。たまにはいける。あなたシャッフル以外だと取るな、ほんと。いや、そんな別にそういうつもりはないですよ。そういうつもりは絶対。そうかな。締め切ります。はい、ありがとうございます。皆さん、今日はちょっと真人間の点数になりそうですね。いつも思う、とても感動してありがたいなって思うところが、皆さんちゃんと点数をつけてくださるっていうところに、そうね、なんか改めて感動してます。ありがとうございます。リスナーさんがいないと成り立たないコーナーだ、はい、成り立たないコーナーだなって今すごい思いました。ありがとうございます。本当に何点でもつけてもらえるっていうのが、ゼロ点でもね、コメントもらえるっていうのがとてもありがたい。そうだよ、リカ、うん、本当にって今改めて思います。ちょっとお調子に乗ってんじゃないわよ。いや、お調子には乗っとらんですけど。いいですね、この曲久々に聴きました。高校ぐらいだったかな。もう10年ぐらいになりますかね。じゃあ PV の目力が強すぎて怖いです、ね、いやいや、OK、出た。さあ、世界の終わり虹色の戦争、石ころ村長のリクエストでかけていますが、リカパンの点数出ました。やった、何点だ。6.7。 おー、真人間だ。まあリカパンにしては
高いですね。はい、私にしてはなんせ平均点3点の女ですからね。そうそうそう、本当にね、はい、ただね、うん、前を見てみますと月曜日が 9.6、はい、ほう、すごくない？なんで？で、いつも思う、あかりん昨日で 6.7、 おだからあかりんと並びました 6.7。 あ、素敵、うん、ありがとうございます。いや、もうちょい伸びるかなと思ったけど、ちょっとやっぱ低いね。なんでですかね。いや、ひふみさんからコメント来てます。本当に0点でもかって。いや、0点もう、じゃあ正当な評価をね、受けてね、はい、つけていただければ、はい、そうそうそう、で 9.6、はい、6.7、 6.7 ということで、明日青木さんは何点を取るんでしょうか。はい、楽しみですね。リカパンがね、今回何気に罰ゲーム逃れそうなんだよね。おー、やった、本当に。虫は答えましたって、食べるの、あれ白米なかったらいけなかったっす。誰のせいですか。全く自業自得ではございます。自業自得ですよね、まさに。はい、はい、もうスピちゃんもね、検討しましたよね、本当に。あの時はね。はい、勝手にもうソウルメイトだと思ってますもん、スピちゃんのこと。はい、ということで、はい、まだまだ続いていきますよ、こちらですね。この後も楽しく聞いていただければ。なんで勝手に仕切るんですか。まだ早いですよ、仕切るのは。10年早いですよ。まだか。まだですよ。35から仕切れるのかな。はい。さあ、今日はですね、 6.7 ということで、リカパンにしては高い点数でしたね。以上、81グランプリでございました。なんで、なんで、なんでですか、シェフさん、逃れてるのに。さあ、時刻は9時46分になりますよ。モーニング8はリカパンと山内は2人でお送りしております。メール来てます、ありがとうございます。たくさんね、いただいてます。こちら、リカパン、山内さん、リスナーの皆さん、おはよう、わっしょい、わっしょい、生放送お疲れ様です。ラジオネーム、ムサシーです。ムサシーです。ムサシーさん、本日のテーマ、休憩時間。小学校、中学校の頃、お昼ご飯の時間とは別に休憩時間が45分あったので、確かに運動場で友達と草野球したり、ドッジボールしたりで、雨の日は図書館で読書したり、泥系したりで過ごしていました。今でも懐かしい思い出だし、大人になってからの休憩時間の過ごし方は、昼食とって昼寝したり、スマホで YouTube、Amazon プライム、Netflix などの動画を見て休憩時間過ごしていますよ。ああ、やっぱみんな動画見てるんですね。リカバン、山内さんの子供の頃、大人になってからの休憩時間の過ごし方教えてくださいということでいただいてます。ありがとうございます。子供の頃か。私結構45分の休み時間は教室で本読むタイプの女子でした。本当か、これ。あ、本当に。またもう同級生スペシャルやなっていう件になる。いや、本当にこれ小学校の友達に聞いても、あの、付き合い悪いやつって感じだったと思います。もういいよ、聞いてます。あ、聞いてみてください。いるかな、ちょっと何人かさ、教えて。小中、小中、高、小中、高、高、リカパンどんな子でしたか。インタビューしてくるから。わかりました。リコパン丸裸スペシャルやるか。ああ、じゃあ、なんかこういうキャラで今やってますけど。いやいや、でも全く素ですよ。あ、ただ、あの、遊具とか登るとき、私毎日ミニスカートだったんですけど、うん、あの、ミニスカートで遊ぶなって怒られてましたよ、く男子に。小学生なのに。はい、いいちゃん小学生ね。うぶな子が多かったんでしょう、ね、わかんない。ですね、この方も来てますよ、うん、リカパン、山内さん、おはようございます。東京のヤンバルクイナーです。あ、ヤンバルクイナーさん、浴衣ウィーク勝利おめでとうございます。いやー、本当ありがとうございます、嬉しい。今朝のテーマ、休憩時間、うん、普通に考えるとランチになりそうですが、あまりにも汗をかいてたら、うん、シャワーを優先しますということですね。シャワー、え、ついてるんですか、ね、シャワー室すごいね、リッチ、いいですね。いいな、いいな、いいな。確かに本当に暑い日ね、浴びたい時ありますもんね。え、うん、シャワーあればいいな、うん、したら俺も本当眠たい時にシャワー浴びたいな。いいですね、リフレッシュにもなりますし、うん、そうそうそう、うんうん、シャワーって不思議だよね。ね、大好きシャワー、本当に。なんでいらんわそれ。
はい、ありがとうございます。いいですね、さっぱりできる休憩時間、はい、そしてまだまだありますよ。ごめんね、普通のこと言ったのに、ね、本当にね、ハンドサイン食らいましたよ。悪態疲れたし、はい、そしてリカさん、山内さん、私のアクティブな休憩時間はということで、ナンシーさんから聞きますよ、はい、おシャンポです。おシャンポ、ゆっくりウォー、ゆっくりウォーキングしながら写真撮影、うん、道々で見つけた綺麗なお花や空をカメラに収めます。今の時期は元気いっぱいに咲くオレンジ色のノウゼンカズラによく出会えますよということで来ております。はい、え、休憩時間そんな余裕があるんですか。うん、すごーい。多分近場になんかスポットがあるのかな。いいですね、いいですね、うんうん、本当にいいな。おシャンポっていいな。うん、おシャンポってまた流行らせたいワードですね。そうね、うんうん、なんか素敵だね、うん、ナンシーさん、なんか素敵な感じがするね。そうですね、うん、雰囲気漂ってますね。やばいねやばいねって何そして、ラジオネームかっちゃん来てます。山ちゃんリカッパンリスナーの皆さん、はっちゃい、うん、休憩時間、月曜から金曜の休憩時間はフードコートで好きなラジオ、ある日はわざと休憩時間ずらして飯食べながらツイキャス、うん、ラジオ聞くことやな。いつでもどこでもツイキャスってことやな。わあ、素敵、ありがとうございます。それだけやでありがとうやでいいですね、ありがとうございます、嬉しい。村長からさすがヤンバルというあれも来てますね。お、20代の時の休憩時間は会社前の海で泳いでいた。かっこいいさすがヤンバル村長、素晴らしいです ね、 ね、いいね、なんか憧れるね、うん、また会社戻って海入ったらベタベタするじゃないですか、シャワーとかあるんじゃないですか。あるんですね、うん、なんてリッチなのこの休憩時間、好き、いいですね、いいかっこいい、本当にいいな、うん、でも確かに沖縄やろうと思ったらできそうなスポットもありますよね、うん、まあ、会社の場所によっては。まあ、でも2時間ぐらい欲しいよね。確かにトロピカルビーチで入って帰ってきてって考えたら2時間だ、うん、あ、必要ですね、うん、もう夢がありますね、休憩時間に海だなんて。そうだね、うんうん、いいな、いいな。基本ですね、僕休憩時間って今までなかったんですよ。あ、決めて撮ってないってことですね。まあ、うち FM ギノワンはないですし、おー、その前はフリーランスでしたから、はいはい、まあ、毎日が休憩時間みたいな暇な時はなるほど、はい、でその前は映像会社にいた時も別にこれといったら休憩時間なかったんですよ。ああ、もうおのおのとって、ね、もう自由にっていう感じで、うん、まあね、ちょっとこういうクリエイター系ってそうじゃないですか。まあ確かにそうですね。だからあんまりないなと思ってたんですけど、バイトで、うん、薬屋でバイトしてた時に深夜勤だったんですけど、はいはい、あの休憩時間が1時間だったかなあって、うん、その時はね、みんな大体寝てたんですよ、うん、だけど僕寝れなくて、うん、何でか知らんけど、何してたかっていうのを全く思い出せない、はい、うわー、そうなんだ。ただ寝てないっていうのは確かだわけ。ぼーっとしてたのかもしれないですね。1時間だな、1時間、なんか気の身気のままにぼーっとしないだろうね、何してたんだろうね、うん、ご飯食べるわけでもないんですよね。まあ深夜だからね、うん、軽くなんか食べてたかもしれないですけど、ゲームとか、うん、そんな携帯とかないですから。あ、ですよね、うん、何してたんだろう。だからさ、謎の謎だわけ。はい、なんかでもちょっともったいないですね。もったいないね、何してたんかなもしかしたらね、ちょっと変なことは知ったかもしれないですねウィーとか徘徊してみたり、店内をとか、なんかやってたかもしれないですね。なんか知ったかもね、なんか知ってたかもしれない確かに、はい、はい、そうか、うん、あ、まだ来てますね。ムクさん、考えてみても会社勤めしてた時も就業時間ずっと休憩時間だったような気がする。これ山内さんと同じタイプかもしれないですね。あ、ただ僕と違うのはムクさん窓際っぽいですから。あ、なるほど確かにもう暇を持て余した定石っぽい感じしますからね。そうだから、あの、はい、ね、なんだ、会社で熱帯魚とかね買ったり植物の世話すればいいのよね。なんかそれいいですね、うん、優雅ですね、うん、はいはい、いいな。じゃあリカパンの、休憩時間、うん、
エピソードいきましょうか最後に。そうですね、私もバイトを、うん、まあ、いろいろやってたんですけど、はい、結構あの教育系のバイトが多かったんですよ、うん、家庭教師だったり、うんうん、あのちょっとした学習の講師してたりとか、はいはいはい、っていうのがあって休憩時間はですね子供たちと遊んでましたね。何して？1時間あもう何パズルとかやってました。うーん、なんかこの児童デイサービスでバイトしてた時があって、うんうんうん、この学生時代に、はい、そこではなんか子供の発育のゲームがあるんですよ。いっぱいゲームがあって、うん、なんか一緒に豆とかをこうひたすらお皿に移動させてやるゲームとかを勝負したりとか、はいはいはい、子供たちともひたすら遊んで楽しかった、うん、覚えがありますね。あとホットケーキ作ったこともあります、休憩時間に、はい、1時間利用してちょっと会社のホットケーキミックスをちょろんって持ってきて、ああいいですね、はい、子供たちとホットケーキを作って食べるっていうのをやってましたね、隠れて。そんなねリカパンの平和なエピソードをぶち壊すようなコメントも来てます。長谷淳さん、同僚は休憩時間にパチンコしてたさらにこの方もっとひどいです、はい、新婚の時は職場から自宅が近かったから、はい、嫁とちょめちょめしてた1時間でだからよ、ひどくないこれまあ新婚ラブラブだったのかなっていうか、シップさんの低たらくじゃない、1時間もさないじゃん、だいたい20分ぐらいですよ、もしちょめちょめできるんだったら、うん、そうなんだ20分でって、はい、ということで皆さん休憩時間の過ごし方いろいろあるんだなと勉強になりました、まあ、ただね一番は体を休めることも大事だと思うので、一番自分がリラックスできるような時間過ごしてみてください。この後も楽しい時間盛りだくさんでお送りしますよ。皆さんのリラックスの一助にこの番組がなることを願っております。 I wish you happiness。 今日も素敵な一日になりますように。いってらっしゃい、バイバイ。面白い、ありがとうございます。みんなコメント、あ、まさし、え、待って待って、今日ですね占い見れなかった。みんな、皆さんありがとうございました。ちょめちょめしてたらしいっすよ。なるしいろいろあったのね。いいわよ、若いのはいいの、いろいろやっても。いや、だから早いよもうちょっとね、ただただ早いよ。お疲れ様です。何、今日大変だな、はい、ちょっと世間さん終わったら、はい、振り分けしようか。あ、振り分けは全然大丈夫なんです、うん、ただあの他に何かやってって言われたらもうできないね、ずっと入りっぱなしになるじゃん。ちょっと夕方からがもうずっとですね。はい、はい、大丈夫ですよ。ありがとうございます、おかげさまで勝てましてもう先野さんのおかげですよ、本当ですねのおかげで、皆さんのおかげで、あ、大丈夫ですね。結構男性とか
も女性も両方いろんな方が利用してくださって、すごい良かったです。本当にありがとうございます。